数十年、科学者や環境保護活動家が温暖化について警鐘を鳴らしてきましたが、聞いてもらえなかった。怒り、悲しみではなく怒りです。そう思うのも当然でしょう。科学者たちがこの30年言い続けているのに、正しい方向に進んでいない。2020年、オーストラリアの夏は地獄と化しました。記録的な高温と数ヶ月に及ぶ激しい干ばつが影響し、20万平方キロメートル以上が焼失。人々はこれが新たな日常になるのではないかと恐れていますが、もはや日常は失われたと話す科学者もいます。ダニエラ・テスクエアラはオーストラリアで絶滅が心配されているテリクロオームを研究しています。テリクロオームは人を認識します。しょっちゅう行っているとこちらが誰か分かってもらえるので、近づいて彼らが餌を食べている枝の真下で一羽一羽観察することができます。現地の安全が確認されると、ダニエラは普段フィールドワークを行っている場所の一つ、南オーストラリアのカンガルー島へ行きました。訪れた2月はテリクロオームの巣ごもり期です。野生動物は全くいません。何も残ってない。ここはまるで変わってしまいました。同じ場所を見ているとはとても思えません。なんというか違う場所になってしまいました。完全に